2連目の交流戦はできすぎなくらいに勝利を積み重ねて12勝2敗1引き分けで現在交流戦1位に立っていて、2位にソフトバンクが2ゲーム差でつけていて、最後ソフトバンクとの3連戦の戦いが残っている。そこの結果次第で交流戦優勝か、それともそれを逃すのかが決まる。そして今何よりも10連勝中と止まらず交流戦勝ちまくっている。貯金で引き分けたゲームも間に挟んでますけども、それでも負けに関しては久しくしてないのであれば負けるつもりないですよ。ソフトバンクこの交流戦で確かに勝利は積み重ねられてるが、現在パリーグ最下位のチーム、補強も一応してます。エクエで三島を取ってたり、あと内から戦力外になった畑もついでに取ってますが、全く役に立ってない。リアルで見せた大型補強を見せなかったからこそ現在最下位で、リアルあれだけ補強したんだから当然1位になってくれるでしょうね。ならなきゃ赤っ恥、かっこ悪いぞソフトバンク。いつも通りカードの初戦はチームのチャンスに注目して得点を取ればいい。今日は戸郷が先発なので楽に勝てると思う。相手2番の牧原がノリノリなんで、その辺がちょいと鬱陶しいかもしれないが、まあ相変わらずこちらのポランコもノリノリだし、守る分も打つ分もこっちの方が圧倒的に強いことは確か、かつてとは何もかもが違う。この力を持ってソフトバンクを上から踏み潰していく。簡単な話ですね。かつて自分たちがやられたことを今日やればいい。序盤からのチャンスはいつも通りそこで取って簡単に勝てるチームなのでね。相手ピッチャー石川全く数字を残せてない。この人も最近結婚しましたよね、元アイドルの誰かと知らへんけど、そんなの全く関係ないけど、あーはい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 、行くでしょ行くでしょ行くでしょ、行ってないね、行ってない。テラスまでも行かないか、テラスくらいは超えるかなと思ったんだけど、でもランナー2人帰るには十分な距離だろ。え、はい、オッケー。たやすく得点を取ってたやすく勝てる。かつてはこの球場で日本シリーズでやられた記憶ありますよ。ほんの数年前の話では忘れるわけがない。巨人ファンのトラウマですよ。でもそのトラウマ意識は今の俺たちにはないですね。これだけの連勝を積み重ねているのであれば、その連勝をソフトバンクに止められる、一番屈辱的でしょ。止められたくないチームですよ。それなら前回の日ハム戦で止まっていた方がまだ良かったって思える。これ以上何かソフトバンク相手に負けたくないというか、もう散々負けてきてますから、過去の歴史の中で。これから積み重ねる歴史で負けるつもりはないんで。なあ、まあこの後得点は続かなかったけど、2点あれ十分じゃね。戸郷自体が抑えてくれますしね。そういう投手がマウンドに上がっていても、戸郷が投げるゲームって本当にかつての菅野が投げていたゲームのような感覚で見れるね。何の不安もないんです。任しておけばそれでいいって感じ。あと鼻ほじいみたいな感じでね。ほらもう5回まであっという間来てるじゃないですか。そしてノーアウトランナー2塁。これバントっすね。確実に次の得点取れないっていうのはなしだよ、なしだよ。当てればいいんだよ。当て、そういう当て方じゃないんだけどな。もういいや、もう吉川直樹、この後いるし松原いるし、打てる選手は並んでるのでね、別に一つのアウトを憂う必要はない。この打球は落ちないか。取れるのであればこの回3点目取っときたいんすけど、あかんね。ちょっとなんかボール球振っちゃうな。別に大した球投げてるって感じではないですよ。すごく打ちやすさだけを感じてるんだけど、ここも、あ、落ちるんちゃうか。落ちたね。間に状態がいいチームってこういうこと。その間なんか暴走しちゃってアウトになるけど気にすんな。あとは投稿頼んだ、簡単にいけるはずだ。お前ならばな、かつての菅野持ってた信頼はお前にあって、そのお前は抑えてくれてるし、またチャンスくんのね。なんか今日状態悪い選手がね、こちらのちらほらいるのが気になるんですけど、まあそれでも打線のつながりはあるし、チャンスはあるし、そこからの最低限の得点もあればいいって感じかな。今日はね、大きな結果は求めない。最低限があればね、最低限していこう。何も難しくないぞ。中田翔で一発狙いのバッティングで、んこれは最低限なのか。セカンドアウト、ファーストアウト、ダブルプレイ中の流れをガラグルゴロって変えますからね。擬音は正しくないのは理解しているが、この後何かが起こったり、いやーそれでも関係ないですね。戸郷ですから不安なんてないんですよね。ここも抑えましたね。7回投げての無失点、パーフェクトピッチング。またチャンスやな。うわー今日ポランコ全打席出塁、てか勝負されてないだけ。そら状態絶好調でこの数字だもんな。逃げる理由わかるよ。勝負する意味がないもんな。メリットよりデメリットの方が大きい。あーで畑がマウンド上がってるじゃないですか。おっと、元ジャイアンツの選手がこうやってうちに投げてきていて、1年前は投げていたんですけどね、うちで。その畑から打てたら面白いんだけど、この後の岡本和真で打てるか。巨人の強さっていうものを敵目線で見た時にね、より痛感して、ああ俺がこの球団でやれなかったな、こういう理由なのかって分かるはずなんだよな。納得させてあげたいね、戦力外の理由を。まだ納得してない本人がいるんじゃない。ソフトバンクでこんなクソみたいな数字残しながらもね、心の中では納得してなさそうなので、ああここで打ってボコボコにして、お前なんていらねえよって強く言うつもりだったんだけどね。まあいい、優しさ優しさ。元ジャイアンツの選手でチームメイト同じ釜の飯を食った仲じゃないか。ここでボコボコにするその理由もないでしょう。最後まで戸郷でいって、はい、ゲームセットの完封で圧倒的な勝利で連勝11連勝、5安打完封勝利だからね。まあ繰り返し言います、かつての菅野を持ってた信頼はこの男をあって、その信頼通りに抑えてくれる。だからいいんですよね。戸郷に任せておけば試合はあっちゅう間に終わるし、簡単に終わるし、プレイヤーとして何もやるべきことがね。対処
勝的やね。今季の7勝目を挙げた戸郷に対して7敗目の石川、まあ、負けるような投球をしてるしね。君自身が防御率もズタボロで、今日だってうちの打線に捕まって打たれた。だから負けた。負けるには己に理由があるよ。結婚してる場合じゃないだろ、のんきにアイドルと。てかなんか最近プロ野球選手アイドルとかそういうのと結婚するのなんかぐっと多くなってきたね。ここ最近まではあまりなかった傾向っすよね。正直やっぱプロ野球選手ってフィジカルエリートが多いのでね、結婚するんだったら同じ女性アスリートとかそういうものと結婚してくれた方が子供がさらにフィジカルエリートになったりするんですけど、はっは散々やな。結果残せず7敗目の石川、2週間の片痛だってズタボロじゃないっすか。あーで同時に巨人の交流戦優勝が決まりました。そらそうだよね。負けなければ決めれる戦いだったので、そして1試合目勝ったことによってよかったっす。これで初めての栄誉を手に入れた。それが交流戦優勝。遅すぎるけどな。昨年1年目でこれを得た流れで優勝、日本一、全ての栄誉を1年目のうちに掴んで世界一というものも掴みたかったが、ここまで何一つ掴めず掴み損なっていたところ、ようやく掴んだ栄誉がこれも離さず抱きしめて、この後も得られる栄誉はまだ残ってる。それを得ていく物語にしていくよ。あ、そしてこのタイミングでウォーカー肉離れから回復なんですよね。今季活躍してくれてるウォーカーが復帰したら打線にさらに厚みが出て、より打ってくれる。この後の2試合より簡単に勝てるよ。連勝がここで止まるのはまずないな。早速スタメン復帰させて元々の小田に戻しました。3番ウォーカー起用していたので、でポランコに関しては5番ですね。チームのピンチに注目して次戦やっていきますけど、いやこの小田になったことによってより打つようになるからより簡単に勝てるはずなんだよ。今日投げるメルセデスってこういうタイミングで割りかし打たれがちだから、チームのピンチに注目したわけですけど、多分たくさん来るよ。序盤からなんなら来るんじゃないかな。得点取ること自体は序盤からこっちもあるだろうけど、ピンチ自体もたくさんある。こいつに対する信頼はあまりない。それでも他にいないから起用してるけど、1点下位打線のところで取りましたね。で得点取った直後、本当に君は捕まりがちだね。捕まっていいと思ってるんだね、自分のこと。打たれるのが当たり前、打たれていいんでしょみたいな開き直りすら若干感じるわ。クソ腹立つなお前よ。それでもこっから抑えていくんだけどな。ノーリ君に対しての打たれやすさっていうのがなんかある選手。ここは抑えたけど、この後もまだまだ不安っすよ。もう戸郷の後メルセデスとか一番見たくない流れや。戸郷あれだけ完璧に抑えてくれるんだけど、メルセデスは毎回毎回グダるから、この後も来るぞきっと。ほーら 0-0 の時だとこいつ抑えるくせに、1対0とかなんかね、1点差で勝ってるシチュエーションになると露骨にピンチ作り出すんすよ。何の問題なのか分かんないですけどね。能力的な問題じゃないんすよ、精神的な話。弱いんでしょうね、精神的に。優勝するチームに弱いやついらねえ。で嫉妬を投げて、あーぶねえ、相手の打ちミスに助けられた。ちょっと嫉妬目立ち始めてきてるから怖いな。ここで管理府って誰やねん、お前知らへんわ。知らんやつに打たれたくないから、うわ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 、ぶねえ。3回0なのは奇跡的、俺がやってるからってだけの話ですよ。で打線は1点だけか。あれ下位打線のとこで取っただけやから、はい打たれた。もうこのタイミングでね、ついに打たれやがる。もうこれこれこれ、抑えても結局こういうことになるんですよ、こいつの場合は。だからいつまで経っても信頼ないし、でも他にいないから起用せざるを得ない。得点がお前の方が入らないんですけど、ちょっと待って、こんな形で連勝止めるのは嫌だな。納得できる形よろしくよ。マジで、この後の7回のマウンドに関してもこいつ行かせる理由ないですから、中川送りますけど、まあそれはもちろん抑えてもらった上で、この後あるか。もう7回やぞお前、このまま負けるわ、あかん。しょうもなさすぎね、ソフトバンク相手にこんなとこで連勝止めるってね。くそくだらない形なんで、それは避けたいというか、避けるべきというか、あってはいけないことというか、絶対に、うん、絶対にあかん。だからなんとかここを抑えた上でやね、この後の逆転的なもの、同点的なものを信じてる。はい三振。まあまあまあ、そこはね、簡単に行くところ、行かなきゃダメなところ、この後の回もそうやね。余計な失点はなし、抑えた完璧に。ウォーカー復帰したんだからもっと打てるようになると信じてたんだけどな。これ4番岡本から始まり、ノリノリのポンコン回るとこ、一発で同点ないのかい、あるんじゃない、なかったっすね。もう9回、ちょっと待って、このまま負けるんは嫌やけど、この後攻撃に注目して、あとアウト3つ取られたら終わりですけど、そこなんとか俺でやっていこうと思いますわ。やらなきゃダメでしょ。はい、その前に得点与えるんかよお前、何してんだよ。けなもの、ここ坂本から始まるとこ、試合途中外野手で出てきました。相手はモイネロ、守護神が出てきたぞ。こんな形で連勝を止めるって本当に本当に嫌で、全然納得できない形。なんでウォーカー復帰した途端負け出すね、おかしいだろお前。ウォーカー疫病神説あるぞこれよ。マジでマジでマジで、それは避けたいので、なんとかチャンスを作ってたね、モイネロから坂本で。そこからやるべきことをやるしかなくないっすか。あー簡単に追い込まれた、追い込まれた。フルチャンスなんてそもそもないんだよな。んで当てただけのバッティングでは何もできない。相手がモイネロなんだから、カスみたいな投手を相手にしたら当てたら何かが起こるかもしれないけど、モイネロだと何も起こらない。岸田に対する代打もないですね。ここまで起用している選手なので最後まで起用して、
その岸田で当然打てるわけもなく、さあ連勝止まるまであと一つ、ここまで多くの勝利を積み重ねてきた思ったら、こんなところでしょうもなく止めるのが俺たちなのか。そんなしょうもないチームが最終的に優勝という栄誉を手に入れることができるゲータできなくない？ナイス吉川、気迫を見せてランナーは出したぞ。そして松原もつなぐ意識を持ってたね。ウォーカーに回して、ウォーカーで何か起こすしかないでしょ。2点差になってしまってるんだ、やるしかないんで。余計なアウトにならないためにも盗塁とかいらないですね。つなぐ意識だけを持って、その結果ミスも絡まずアウト。はい、こんな形で長く続けてきた連勝を止めるということになりました。止まり方がいろいろとおかしい。ここで止めるんだ、もっと負けるタイミング他にあったし、前の試合で負けりゃよかったの。ウォーカー復帰したこのタイミングで負ける、それが俺たち。これはただの一敗じゃないからね。連勝を止めた、大型連勝を止めた一敗なので、もちろんこういうイベントはこの後も続いていきますよ。それは連勝が止まったから、こうなることによって余計にまたね、何かが始まるかもしれない。この反動ですごいことが起きるかもしれない。例えばここで誰かが怪我したり、それはなかったね。相手チームのボイネロが怪我、抑えたやつが怪我するんかい。そして見てこれ、状態みんな悪くなってるのは連勝が止まったからじゃないの。なんやこの顔色、逆に岸田と平内だけなんでその顔色やねん。やばいね、状態が悪かったら本来の力発揮できず余計打たなくなりますから、このカードの負け越しも十分にあり得るかもしれない。最後のゲームに関してはピンチやる理由ないですね。チャンスに注目して得点を取ることしていかないと、余計な連敗積み重ねて余計なことがこれから始まるかもね。こんなことならウォーカーを並べる必要もなかったし、ずっと怪我してくれていた方が良かったって思えるようになってきた。いや、ウォーカーがいたからね、勝てたゲームっていうのももちろん怪我前たくさんあったわけですよ。でも一つ今言えるのは、ウォーカーが復帰した途端この連勝が止まった。それが意味することは、やっぱウォーカーが持ってる負のパワーっていうのが大きすぎる、そういうことなのかしらね。結局ウォーカー起用してね、序盤得点取れてないですしね、それどころかこれ与えちゃったね。この1点で負ける可能性ありますよ。状態の悪さを考えたら、この空気を考えたら、今何が起こったって不思議じゃない。10連勝した分の10連敗が始まっても不思議じゃない。いろんなことが予想されますね。とりあえず岸田のバットですぐ取り返して1点、状態のいいところで打てた、不自然に状態がいいお前で。なんで逆にこいつらだけ状態いいんだろうね。あの2人いつも行動してんのかな、2人でな。チームから離れて。じゃないと説明つかないでしょ、あの2人の顔色いい理由が。この打球も通れる範囲じゃ意味ないな。もう空気とこの打球も落ちたりするんですけど、連敗な雰囲気を抱えてるうちだから、なんかああいう打球が落ちなかったり、これからもなんか不運なことが続いたりってことが続くんかな。これ最低限のバッティングでいいですね。今できることは確実に得点を取ることだと思うので、もうここもミート打ちに切り替えるわ。強振である理由がない。いやいやいや、そういうことしたくてミート打ちしてるわけじゃないんだけどね。なんかいろいろとおかしくなってないかい。最低限のバッティングもできなくなった、本当の意味で終わりですよ。ほんでこれまでノリノリだったポランコはもうノリノリじゃなくなったから、数字もだいぶ収束していくと思うね。ここまで打ってんのはノリノリ効果ありきの話。ここでの得点もなく、はぁ、いろいろとまずいっすね。今やってる野球のクオリティとか空気とかそういうものを考えたら、はい、ここで打たれる。もう打たれる間の悪さとかも元通りになってるよね。これまでなかったよ。交流戦こうじゃなかったから多くの勝利を積み重ねて優勝決めることができたんでしょ。でも元通りになってる。負けてた頃に戻ってる。一つの敗北で全然変わるからね。恐ろしいことに、このペナントレースって長いようですけどね。いや、長いんですけどね。143試合もやるから、そのうちの1敗、そんな引きずることないよ、普通は。でも違うんです。あるんです、そういうのって。今完全に引きずっちゃってる状況なんで。まあ、それまだ引きずるよね。あ、もうひどいわ。もうあかん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 。まとも打てるような環境じゃないですね。チャンスに注目する意味もね、打ててないんだからさ。クソボールとかいろいろと振っちゃうよね。間違いなくこのカードに関しては負け越し決定ですわ。この後勝つっていうのはない。この打球も落ちることもない。そういう流れだから、これ以上説明する言葉はないですね。この後も打たれてもそういう流れだからという解釈でいいと思いますよ。1点届かず負けるのか、この後も追加点を許して点差開けて負けますね。はい、またここで打たれる。間の悪さ相変わらず。はい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 、いつも通りいつも通り元通りになりましたね。あの弱かった俺たち戻ってきた、戻ってきた、懐かしい感覚ですね。そして最後まで何も起こせずというわけではなく、チャンスを作ったが、正直そこでチャンスを作ることに意味はないし、ここでお前が出てくる理由もねえから、変われ増田陸でいいや。なんでお前打席に立ってんだクソカスがよ。大城が復帰したらこのやつすぐ2軍に落としてやる。で、その前にここでゲッツーを打ってゲームセット。はい、こういう形で交流戦マット時ということになりました。これまで多くの勝利を積み重ねてきて優勝決めたんですけどね、終わり方が最悪すぎるから、こっから一体何が始まるというんでしょうか。すごい落ちぶれていく物語、始まりかもしれへんね。今は1位2位とのゲーム差も4ゲーム差、3位とのゲーム差 8.5 ゲーム差、最下位は
19ゲーム差とどう考えても優勝するのはジャイアンツって周りは思ってるでしょう。でも俺自身そうは思えない。すごい勢いで坂転がっていって元にいた地に戻ってもおかしくはない。今そういう空気だし、今そういう野球してますし、いやこれからの先注目ですね。ここまでは前振り、これから起こる歴史的瞬間の何かが始まろうとしているので、セパ交流戦の日程は確かに全日程終了しましたけど、いや巨人のなんかペナントレースも終了したような気がする。ここで終わるがハッピーエンドじゃない。改めてこの交流戦全6カード18試合を行われて、その中13勝4敗で最後の負け越し、負け方イメージが悪すぎてあまりいい感じで終われなかったですけども、確かに積み重ねてきた勝利は交流戦で一番多く、だから優勝という結果を得ることができた。他のセリーグチームを見ていくと、巨人について勝ってるのはヤクルト、貯金を作ってますね。その下阪神で借金抱えていて、横浜、広島、中日と、まあこの辺みんな負け越してる。だからこの交流戦の間にゲーム差がめちゃくちゃ広がったんすよ。リーグ戦が再開されるのは6月20日の広島戦から、そこに至るまで移動日があるので、まあそこでしっかりと体力を休めておきましょう。これから起こる歴史的瞬間に備えて、いやこのままいけるのであればいいですよ。いけるのであれば、でもそういう空気じゃないでしょ、どう考えても。ほんと最後をうまく締めくくることができたらね、連勝を止めたこと自体は仕方がないんです。いつか止まるものだった、むしろあそこまで続いたことがおかしなことだったんで、あれはいつか止まるもの、むしろ止まっていいとも思っていたけど、その後の戦い負けなければね、それもあんな負け方しなければ、かつて自分たちがやってきた情けない負け方をあのタイミングでしてしまって、それ未だ継続中で2連敗中でしょ。それ抱えたまんまこの後リーグ戦再開されたら余計にじゃないですか。全部魔法解けた元の姿に戻って、全部が全部台無しになる。十分予想されるんだよね。このタイミングで大城肉離れから回復、これで巨人の主力全部怪我から戻ってきたけど、なんかあまりいいイメージないな。とりあえず大城が復帰した並びに関してはこんな感じで戦っていこうと思っているので、復帰したことは喜びましょう。でもお前が何か悪い影響をもたらすのであれば最悪やね。次回6月20日リーグ戦が再開される初戦の広島戦プレイしていきますが、ここの戦いの結果と戦い方で大体これから先の展開が予想されますよ。今回のような負け方をするのであれば、歴史的な瞬間をお届けすることになるでしょう。転げ落ちていく模様を。しかしこれまで多くの勝利を積み重ねてきたように、5位の広島をぶっ倒すのであれば、今後の巨人はまあ大丈夫じゃない、そんな感じで思えるんでね。とにかくこの戦いしっかりと勝ちに行きましょう。その模様興味があれば次回見てくださいな。今回動画最後までご視聴いただきありがとうございました。